まんざらでもないようだな。おお。自分で取ったのかな。何考えてんだ、あいつ。そなたにアピールしとるのだよ、きっと。ほりほり。いや、酔っ払って暴れた上に裸で追いかけてくる女はちょっと。まあ、酒さえ飲まなければ真面目な娘だぞ。真面目なやつがこんな格好するかは疑問ではあるが。ああ、他の候補も見てみなさいな。よりどり緑だぞ。憎いね、この子の。豚じゃねえか。何？レベッカはオーク族の冒険士にして10万兵団の英雄だが、豚とは何事だ？いやだって豚じゃねえか。完全なる豚だろこれは。本当にいい女なんだぞレベッカは。手先も器用で。見ろ、愛用の鎧も彼女の自作なの。凄まじい女子力だろ。すげえ。いや、鎧の自作は女子力とか通り越してると思うけど。ん？今度は割とまともなのが出てきたぞ。おう、デステルがお目が高い。賢くて魔法にも精通する優れた戦士だ。ちょっぴり気だるい雰囲気だが、それがまたよしと評判だぞ。肉弾戦ではうねる下半身で相手を締め上げる武闘派な一面もあるの。なんでだっちゃ趣味はスポーツだったはずだ。運動する女性は魅力的だろう。違うんだよ。なんで？だれなやして。人間でいいんじゃねえか。じゃあこの娘はどうだ？完全なる人間だぞ。スケルトン。これは人間だったものだろ。Sorry man, damn net。好みのうるさいやつよの。ま、これだけいればそなたの好みの女性もきっと見つかるだろう。このドラゴンとイカはよく覚えているぞ。ものすげえ強かったから。っていうか、メスだったのか。こんなの紹介されてどうしろってんだ。で、どの娘が気に入ったのだ？いねえよ、アホ。ただの魔物図鑑だ、こんなもん。まったく高望みばかりしよって。そもそもそなた、どんな女が好みなのだ？もうお前に言っても無駄な気がするけど、まあ、まず人間に近い外見なのは絶対だな。ほもほも。つまり手足があって二足歩行で、そうそう、首なんかは取れてもいいな。嫌だよバカ。そうなるとゼニアなんかはだいぶ良いのではないか。うん、でもあいつみたいなポンコツはちょっとな。うん、ある程度賢くて、そうだな、さっぱりした性格で料理もうまくて、あとは美人でスタイルもよく、黒髪サラサラヘアだったら言うことねえな。身の程知らずね。そうなると我が軍では、あ、メタモルフォース。ほら、これでどうだ勇者よ。これぞ世の世を忍ぶ仮の姿モード。見よ、このカラスの濡れば色サラサラヘアにナイスバディ。図らずもそなたの理想通りではないか。しかも知っての通り、世は料理上手で、洗濯掃除もお手の物の料理剣ぼっぷり。もう精錬潔白のサバサバ系よ。はあ、参ったな。そなたと世は宿敵同士だというのに。まあでもこれでもし世とそなたが結婚なんてことがあれば、人間界にも強靭なパイプがなんて。うん。お疲れ様です、陛下。どうされました？お顔が赤いですわ。お風邪を召されたのでは？いやいや、赤くない。大丈夫。なんでもないよ。映っておるのか、これは。ああ、大丈夫か。こんばんは。三つ目のキングです。今日は生配信とかいうやつをやっていこうと思っておるが、見てる人なんかおるのかな。まあとにかくよろしくな。結構人が来てくれておるようだ。よきかな、よきかな。あ、世の喋り方そんなに変か。お、この服か？これは学生服。そう、セーラー服だぞ。これは人間的、いや庶民的でいいだろ。ほれ、どう見ても普通の学生服であろ。Damn. かわいい。いやー、照れるな。こうして反応がもらえるとなかなかに面白いものだな。お、ああ、そうだ。配信中に食べろと言われじゃないや、食べようと思っていたのだ。よーし、今からヨガこのアイスのレビューをしてやるからな。よく見ておけよ。うん、甘く冷たくて爽やかな。なんで？ Nigga here, boy. This nigga's stupid. それにみんな盛り上がってくれて、アイくん、ちょっとこぼしてしまったな。なんだか暑いし。脱いでしまおうかな。Everybody looking and waiting.